までジオパークっていうと地層とか石とかちょっと難しいイメージがすごくあったかと思うんですけれども、ジオミュージアムは分かりやすい言葉で展示が説明されていて、子どもから大人までぜひ来ていただきたいと思っています。単純に展示台で遊ぶだけではなくて、週末は多目的ラボ、あと発信発見ラボというところがあるんですけれども、川の流れを再現する水路実験だったり、岩石カッターでスライスした薄片を顕微鏡で見たり、ここに来ないとなかなか見れないものもあると思うので、実験が大好きな方はすごく楽しめると思います。あとはもちろん認定ジオガイドさんが私たちのエリアには約50名いらっしゃるので、週末に一緒に来て案内をしてもらったりということも考えています。ここで楽しく学んでいただいたら、やはりジオパークの見どころは現地にあるので、実際に足を運んで本物を見てもらいたいなと思っています。新しくできるつくばジオミュージアムは本当に他にない施設だと思うので、親子、家族、ご友人と来ていただけたらなと思っています。